アキューは台湾に来たシタンスイクの料理。名称は日本語の油揚げに由来する。油揚げもしくは厚揚げに春雨を詰め、魚のすり身で閉じる。これを蒸して、出汁、ソースをかけて食する。詰め物の春雨は、炒めたり、味付けをするといった手間をかけ、出汁やソースの味が染み込む。ソースは甘辛、ピリ辛などとされるが、必ずしも辛いものに限定されない。 1965年に、幼霊西気分により開発された料理で、日本人が油揚げで食物を包んでいったこと、余った食材の有効利用が結びついて創作された。当時淡水には、日本人が居住しており、豆腐屋が多かった。ABCDEF、アキュー。ニキタ政府観光旅遊教区。2018年8月8日閲覧。ABCDE。 炭水名物の老舗、原来たる適老天老パイ野球。マジカルサイト。2018年8月8日閲覧。ABCD 未来。美食天庫。野球的由来。大紀元、2018年8月8日閲覧。炭水名物揚げ巨大ソフト進化系。マジカルサイト。2018年8月8日閲覧。ハンツナタケ。炭水地区の野球。 大台湾旅行ネット2018年8月8日閲覧ありがとうございます。